体の歪みや可動域が狭いとなかなか痩せません。食事制限や筋トレをする前に今回の運動を一緒にしましょう。最後まで動画を見てもらうことで今よりも確実に痩せやすく、体の歪みが取れ、可動域が広がり、エネルギー消費が確実に上がります。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、体の歪みを取りながら可動域を広げる簡単なストレッチを一緒に行ってもらえたらと思います。体が歪んでいるとどうしても力の出具合に左右差が出てしまう、老廃物が溜まりやすくなる、便秘になってしまう、そういった原因があります。そこをまず解消しながら筋肉を伸ばして可動域を広げていきます。可動域が狭い人は何の運動をしても動きが小さくなり、しっかり筋肉に効かない、動きが小さくなるからエネルギー消費が減る、そういったデメリットがありますので、今回ベッドや布団の上でも簡単に行えるストレッチを一緒にやっていきましょう。まずはスマホを持ったままでお尻で歩いたり下がったりします。お尻で歩きます。あんまり足で歩いてはダメです。足を伸ばしたままでお尻を後ろに引いたり、お尻を前に出したりして骨盤を動かしていきます。つま先はできるだけ上げといてください。徐々に体の歪みとストレッチをしていきます。はい、今度はかかとをつけたままで前に進みながら膝を開いていきます。できるだけかかとが股関節につくぐらい、これぐらいまで近づいてください。スマホは持ったままで OK です。かかとをつけて進みます。膝をしっかり広げながら、戻っていきます。痛い方は無理をしないでください。かかとが離れないように注意です。はい、 OK です。次はスマホを下に置いて今の動きをしながら前かがみになっていきます。前かがみになるときに手で一緒に歩いてください。こういう感じで歩いていきます。やっていきましょう。歩く際に腰が伸ばされるので無理しないでください。腰が痛い方はですね、痛くならない程度でやっていきます。これでお尻と腰しっかり伸びます。腰痛の改善、腹筋の時に腰が痛い、それが改善されます。OK、 はい、次はスマホを前に置いて足を開きます。内ももを床につける感じで骨盤を整えていきます。さあ行きましょう。左右、体があんまりついていかない方がいいです。体はまっすぐ向けたままで、これで股関節と骨盤周りをね、しっかりストレッチできます。股関節コリコリいう方はあんまり力入れないように、痛くない程度でやってください。これでね、しっかりね、骨盤の位置がね、戻ってくれます。はい、 OK。今度は腰とお尻をしっかりストレッチしていきます。スマホは下に置いてください。あぐらを組んだままで手を後ろについて、上体をこのようにね、上下に動かしてお尻と腰伸ばします。腰痛い方は無理しないでください。いきましょう。息しっかり吐きながら
体を起こしてください。しっかりね、お腹を引っ込めながら、お尻と腰が伸びていれば OK です。無理しないでください。少しです。 OK、 反対もいきます。左右同じようにストレッチをすることで体の歪みが取れます。そして腰をしっかり伸ばすとね、腹筋の時に腰が痛くならなかったり、プランクの時に腰が痛くならなかったりするので、しっかりね、運動も大事ですがストレッチも大事です。あぐらがね、組みにくい方、無理しないでください。少しずつで OK です。はい、 OK。 次は少し難しくなります。正座をした状態で片方あぐらを組んで前かがみです。こうなっちゃう方はね、ちょっと手で押さえながら、痛くない程度でストレッチしてください。いきます。息吐きながらゆっくりでいいです。正座してる膝が痛い方はですね、無理しないでください。少し違和感感じれば伸びてますから、しっかりね、伸ばすと筋肉つきますんで、無理しないように引っ張ってください。これがね、もう最強にお尻がストレッチされます。反対いきます。よいしょ。はい、これまさにね、何かをお願いしますっていう感じのね、ストレッチです。よく伸びますね、これは。ストレッチもね、しっかりね、筋肉引っ張られるんで、筋肉痛がね、起きます。 OK。 今度はスマホを顔の前に置いて、体を反らしてください。こういう感じです。しっかり上を向いて、背中と首もストレッチされます。腰が痛い方は肘をついていいです。少し違和感あれば伸びてます。この時に軽く左右に肩を動かしてみてください。これで腰とお尻がね、さらに引っ張られてストレッチされます。手の甲痛い方はね、肘ついてください。OK。 最後は腰を肘と膝くっつけて腰を丸めます。腰を伸ばしてください。肘と膝を合わせる感じです。しっかり伸びてる感覚があればいいです。違和感あったら伸びてます。痛い方は無理しないでください。ぐーっと伸ばします。あと少しです。いや、伸びますね。はい、 OK。これで下半身の骨盤の歪み、体の歪み、そして下半身のストレッチ、腰のストレッチなどができました。エクササイズの時にやはり痛くなる部分っていうのは、だいたい首と腰です。そこが少しストレッチされるだけで、エクササイズの際にですね、しっかり効きたい部分、効かせたい部分に効かすことができますので、体を動かすことも大事ですが、ストレッチというのをまずやってですね、歪みと可動域、そこを整えてからエクササイズに移ってもらえたら、より効果的に痩せます。ということで、今回数種類ストレッチを紹介させてもらいました。気持ちよかったよ、伸びたよっていう方は、よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いします。各種 SNS も行っております。説明欄にリンク貼ってますので、よかったら Twitter や TikTok、Instagram などフォローもしておいてください。そしてコメントはですね、 YouTube のコメントでもいいんですけども、ツイッターの投稿の方で主に受け付けてます。ツイッターの DM だと
相互フォローしてない方はなかなか見れない場合があるので、できればツイッターの投稿でハッシュタグタートルフィットネスとつけてもらって投稿してもらうと確認できますので、そっちの方でコメントあればよろしくお願いいたします。適度に体が温まったと思います。できることからやっていきましょう。今回もご視聴ありがとうございました。